今週気づいたこと。いや、気づいてるんですけれども、これ今週気づいたことなんて言って撮ってるけれども、ほとんど誰も見てない、誰も聞いてくれるわけじゃない。まあ10人ぐらいっていうね。しかもこれ、こういうくだらないことやるたんびに、こうせっかくメンバー登録してくれた人がチャンネルのメンバーを解除するという非常にこう非生産的なことをやってるって気づいてはいるんです。まあそれはともかくですね、これちょっと話題になった、これ知ってますかね。これなんか小1の妹の宿題の答えが全くわからない、難題に寄せられた深読み斜め上の回答の嵐が面白いとかって書いてますけど、これなんか、まあ、多分ツイッターかなんかで上がっていて、ちょっと話題になっていたやつです。これ非常に難しい問題が小学校1年生に出てるっていう、これですね。この絵を見てここに埋めなさいというやつです。でこれ金魚で、これは貯金箱。これも結構難しいと思うんですけどね。でこの絵を見ながらこれを埋めなさいという非常に難しい問題が出たっていうね。これ皆さん、これ何が書いてあると思いますかね。これ正解何だと思いますか。これ見て、これ結論から言うと、先生の出題ミスで記者にするか運転手にするか迷ってる結果として、運転手にしよう、記者にしようというのが混ざっちゃって、絵は運転手になって、こっちは記者っていうね、出題は、という結果として非常に難しくなっちゃったというようなことらしいんですが、これそこにこう、ね、難しい言葉でこうやって答えて、SNS を見てる人たちからは、気が足りない、気虚の状態じゃないか、とか、旅のことを示す、これ、気虚っていう難しい言葉で、回答したりということをしてたりするみたいです。うん。それからあと他にもなんかこういろいろなね、起承、起受、起避とかって書いてある。まあこれね、皆さんどう答えるかって。これもういっそこれ、この4分割されてるのはとにかくあんまり気にしないことにして、多分これ正解はこれ危険なんじゃないかなと。運転してたら危険だということで。これ、こっちをね、無視するのがね、正しいんじゃないかなっていうことで、これ多分正解危険なんだと思います。ということで、皆さんは、どういうふうに正解を思ったでしょうか。良い回答があったら教えてください。以上です。